美脚すぎます。30歳目前の荒木優子急頭身極上スタイル際立つスキニーデニム姿披露。マジで綺麗ですね。女優の荒木優子29が14日までにインスタグラムを更新。私服のコーデショットを公開した。この日、荒木はたまにスキニーを履く。身体の変化に気づくために。私服と綴り、 抜群のスタイルを活かした魅力的なコーデを披露。黒のスリムなロングブーツにスキニーデニムを合わせ、ロゴ入りネイビーニットに、ホワイトで統一したバッグとニットハットをチョイス。そこに暖かそうなマフラーを加え、テディベアコートで完全武装。荒木の9頭身極上スタイルが成し得るパーフェクトなコーデだ。 12月15日に30歳の誕生日を迎える荒木。年明け1月からは、石田ゆり子54や、芦田マナ19らと共演した、日曜劇場、さよならマエストロ、父と私のアパッシオナート TBSK の放送が始まる。彼女の止まらぬ美しさに周囲の視線は熱い。そんな荒木にファンからは、 美脚すぎます。好きに似合ってます。めっちゃ綺麗。足が細くて長くてかっこいい。やっぱりデニム最高に似合ってる。かわいい。何着てもかわいいな。マジで綺麗ですね。スタイル良いね。素敵です。顔詳細。スタイル綺麗かわいい。本当にデニムが似合う。ボリューミーで可愛い。スタイル最高に美しいです。女子大生みたい。などの声が寄せられた。